で、あとは自分のプライベートが充実してるっていうのが僕は本当の意味での成功だと思いますよ。こんにちは、しんいちです。今回は成功と幸せの違いって話をしたいと思います。なんでこの話をするのかってことなんですけど、よくね、成功したいんですとかって言ってる人いるんですけど、なんでしたいんですかって聞くとね、幸せになりたいからですっていう人いるんですよね。でも成功と幸せって同じものじゃないので、なんでここは違いをはっきりさせとかないと後々大変なことになります。今のうちにね、抑えていってほしいなと思って説明したいなと思います。で、成功したら幸せになれるっていう間違い、何が間違いかっていうと、例えばなんですけど、じゃあ成功、例えばじゃあ年収が1億円とかですか、10億円ですか、まあその人によって違うと思うけど、年収で1000万円でも成功っていう人もいるかもしれませんね。で、例えばまあそういうふうにお金稼ぐようになりました、起業しました、なんかお金稼ぐようになりました、生活に困らなくなりましたって言ったところで、いわゆる成功、自分が思ってる金銭的な成功を得たところで幸せじゃない人っていっぱいいるんですよ。年収1億円でも幸せじゃない人っていますよ。人からすっごい恨まれていたりとか、自分は全然時間がなかったりとか、家族との時間が取れなかったり、大切な人との時間が取れないとか、楽しむ、なんか自分の趣味を楽しめなかったりとか、クレーム対応ばかりとかね、あとはプレッシャーがものすごくて、変な病気になっちゃったりとかする人もいますしからね。だから別に成功っていうのがイコール幸せではないんですよ。じゃあ幸せとは何なのかって話ですよね。逆に自分がやりたいと思っている理想の人生を歩んでいることが幸せじゃないですか。僕にとってみれば、まあ、これは人それぞれ違うと思うんですけど、僕にとってみたら家族とか大切なこう友達とかね、仲間とかと一緒にいられて楽しく過ごせる時間がすごく幸せを感じるんですよ。子供お風呂入れた後に、子供とこれから寝るっていう時にベッドに行って、子供2人と奥さんと4人で遊んでる時間がものすごく幸せなんですよ。で、そういうのが幸せじゃないですか。まあそれ人それぞれ違いますね。虫が好きな人だったら虫捕りをしている時間がすごい幸せだし、映画が好きだったら映画を見てる時間がものすごい幸せを感じるっていう人もいるだろうし、そういうのが幸せですね。だから成功と幸せ全然違うんで、ここは押さえといて、なんか始めるんだったら始めて見ると、変な真っ逆さまで落ちるようなことがないと思います。お金はあるけど仲間はいないとかね、そういうことにならないと思いますので、成功しつつね、できれば成功しつつ幸せになりたいっていうのが人情じゃないですか。で、これは可能なのか不可能なのかと言われれば、それは可能ですわ。例えば僕のね、ビジネス一緒にやってくれてる、福田くんって言うんですけど、福田くんもね、結構稼いでいるんですよ。で、その福田くんも奥さんと結婚して、めっちゃ楽しい、なんか幸せそうにやってますよね、犬がいてね。奥さんだって中学生の時から付き合ってますからね、福田くん。すごい仲良くて、たまにね、僕が北海道とか行くと、まあ福田くん北海道にいるんで、北海道行って一緒に鮭釣り行ったりとか、いろいろ観光案内してくれたりするんですけど、すごいいいね、奥さんで、幸せそうですよね。で、そんな福田くんがどんな時間配分をしてるかって言ったら、結構まあやっぱ自分が好きなことに使ってますよね。仕事もしっかりやってるけど、で、まあ僕なんかも、まあ私仕事で恐縮ですけれども、困らないぐらいは稼いでるわけですよね。特に不満もないぐらい稼いでます。さっき言ったように奥さんと子供と一緒にね、遊ぶ時間もいっぱいあるし、すごい幸せなんですよ。旅行もいっぱい行ってるし、イタリアに行ってましたね。イタリア行って、イタリアも結構いろいろ回りました。イタリアの中では、まあ、ローマ行ってバチカンも行ったし、ナポリ行って、ナポリからカプリ島に行って、ミラノに行ったりとか、フィレンツェ、ベネチアあたり行きましたね。ベネチアのイカスミパスタ超美味しかった。なんか世界で一番うまいって言われてるらしいんですよ、ベネチアのイカスミが。すっごい美味しかった。イタリア行ったりとか、オーストリアとか行ったりとか、エジプトに行ったりとか、去年もいっぱい行ったな。沖縄2回行ってますよね。あと熱海とか普通に、熱海も2回ぐらい行ってるし、北海道も3回ぐらい行ったかな。北海道の礼文島っていう稚内からフェリーで1時間半ぐらいの島があるんですけど、そういうとこ行ったりとか、そこからまた利尻島っていうすぐ近くの島に行ったりとかして、まあいろいろ回ってましたね。韓国も行ったな。福岡は、僕静岡に住んでるんですけど、福岡はもう10回以上行ってますね。すごい気に入ったというか、もう大好きになって、福岡が、福岡大好きだって思って、それから毎月行ってます。要するに自分がすごいこれが楽しいなって思えるようなことっていうのを、やる時間があるし、すごく幸せを感じてるんですよね。
だから別に両立はできると思います。まああなたが思い描いている成功がどのぐらいなのかっていうことによると思います。何かを犠牲にしないと成功できないとか言ってる人いますけど、あれは大間違いですよ。例えば家族との時間を、ね、犠牲にしてまでそんな必要以上のお金稼ぐ必要ないじゃないですか。自分に必要なお金稼いで、まあ普通に会社員やってても必要なお金ぐらい稼げるわけなんで、生活するのに。で、あとは自分のプライベートが充実してるっていうのが僕は本当の意味での成功だと思いますよ。よく成功のせいに幸せと書いて成功って書いてる。それはお金があったらあったで、すごく便利なツールなので、いろいろ使えますけどね。で、それを求めて今ある幸せっていうのを犠牲にしたら、それはもう本末転倒なんで、そういうのはやめた方がいいと思います。自分のプライベートを充実させながら、で、できる範囲でそういうお金を増やすんだったらお金を増やすっていうことをやっていくのが僕はベストだと思いますよ。で、そういう方法っていうのはやっぱりありますんでね、別の動画で話します。これはよくある不労所得とか、まあ、収入の種類とかっていろいろあるんですよね。だからもうちょっとその辺はまた別動画で解説しますんで、とりあえず説明欄、この動画の説明欄から僕の LINE ステップに登録しておいてください。電子書籍をプレゼントします。 Amazon で1位になりましたんで、そのキャンペーンとしてプレゼントしますからね。はい、では今回は以上です。次の動画を見ます。失礼します。